放送席ですが、WBC バンタム級をはじめ世界3階級制覇を成し遂げた長谷川穂積さん、そして WBC バンタム級チャンピオンとして12度の防衛記録を誇ります山中伸介さん、日本人世界チャンピオンとして長きにわたってバンタム級戦線を引っ張ってきた名チャンピオンのお二方にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、井上のまず初戦が始まりました。アイキャーパヤのサウスポースタイルになりますが、長谷川さん、はい、どんなところまで注目されますか？そうですね、まず井上は多分今まで通り強いと思うので、パヤノが、はい、井上尚弥のビッグパンチを受けた時に、はい、やばいと思うのか、それともこれならいけると思うかでこの試合は大きく変わってくる試合になると思います。となりますと、やはり最初のパンチというのは非常に重要になるわけですね。そうですね、まだ、井上はビッグパンチ出してないので、はい、